で皆様大変長らくお待たせいたしました。それでは本日のメインイベントですね、改めまして BBS プレゼンツピアノ&ライブペインティングコンサートにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日は実はこの3月にピアノアルバムがブルックリンのレーベルからリリースされましたピアノソロアルバムのお披露目ということもあり、また中野のとマリアさんによるお二人のセッションですね、ぜひお楽しみください。
リング、そしてレイという3曲をお楽しみいただきました。この能登さんのこの絵なんですけれども、中村ひろゆきさんが書かれたライナーノーツとそしてこのピアノ曲をリンクさせたそのイメージで、左側の壁面に絵を描いていただいています。でこのピアノの後ろ側壁面に映されている映像はですね、こちらはなんと中村ひろゆきさんの作品映像を流させていただいております。皆様には2つのアート作品とそして音楽とということでね、お楽しみいただいております。ではひろゆきさん一言いただけますか。まだ、まず、はい、大丈夫です、はい、ひろゆきさん一言いただいていいですか。皆さんはこんな師走のお忙しい中ご来場ありがとうございます。元さんがちょっとね、僕がすごい好きでお願いして絵を描いてそのデザインしてもらったやつがあるんですけども、まあそれでちょっとちらっと元さんが私ちょっとライブペインティングやってみたいんですっていうのを僕はもうしっかりと決めてだからもうどのタイミングで言おうかと、もうここしかないっていうのでお願いしたら心よく引き受けていただきまして本当にありがとうございます皆さんのおかげで開催することができて本当にお客さん一人とか二人でもやろうと思ってたんですけど、こんなね多くの方でほとんどが能登さんのファンですけど楽しんで聴いていただければ嬉しいと思います。どうぞお楽しみください。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。じゃあ能登さんもぜひ一言、まずはまだ能登さんまだ始まったばっかりですけど能登さん、そうですね、もう結構体力がリハーサルでは3分の1のサイズでやってたんで、やっぱりちょっと本物になってくると思ったよりもちょっと体を動かさなきゃなということで、ただ普段はですね、やっぱり作品を完成したものを展示するっていう、まあ、割とこう閉じた空間に人が入ってきてもらうっていう感じなので、まあ、静かで閉じてる場所で、まあ、発表しているんですけれども、まあ、今回はもう開けた場所で、で描いてる最中を見てもらうっていう、まあ、もう本当にライブペイントライブですよねっていうのは、私にとってもとっても、貴重な機会ですし、まあ、お忙しい中、集まってくださった皆様に、まあ、少しでもこうね、素晴らしいものをお届けできたらなと、もうその一心で、やっております。あとですね、一応ちょっとここに絵の具が並べられてるんですけど、この辺りまでは全然来ていただいて大丈夫で、まあ、どうしてもちょっとプロジェクターとかぶってしまったりするんですけど、まあ、この辺りですとか、ただまあ私がちょっと絵の具飛び散ったりとかそういうのだけ注意はしてるんですけど、まあ、絵の具だって私に触らないようにしていただければ、まあ、なるべく近くに来ていただいて全然プロジェクター回かかっても大丈夫です。主役はこっちなんでこれはなんとなくなんで、はい、全然かぶっていただいても、はい、ありがとうございます。能登さんは日本画をより詳しく勉強されていたって言っていいですかね。大丈夫ですか。そうですね、大学では、はい、専攻させていただいて、ありがとうございます。で今日お持ちいただいた画材少しご紹介いただいてもいいですか。そうですね、今回はちょっとどうしてもこう制限というか、瞬発的に描ける画材でないといけなかったので、まあ、アクリル絵の具がメインになってますね。なので使ってる道具もローラーだったりペインティングナイフだったりっていう、割とこうなんていうのか、身体的な動きに合わせられる画材をちょっと今回は買ったので、一から勉強しましたありがとうございます。では続いて4曲目、5曲目、2曲続けてお楽しみいただきたいと思うんですけれども、この4曲目の、はい、ちょっとチェックさせてください、ま、野さんの手を写す。そうなんです、4曲目がですね、野戸さん、まあセンサーって言っていいのかな、センサーをこう使って能登さんの手の動きをですね、前面のこのプロジェクターで映していって、また違う絵をご覧いただけたらなって、ちょっと実験的なものをやりたいと思ってまして、このセンサーがですね、あるあるで機嫌がいいんだか悪いんだかっていうところがなかなか難しいところがあって、本当は固定して行う予定だったんですけど、今日アシスタント小林くんが手で持って能登さんの手をずっと撮影してくださるということですので、小林くんちょっと筋肉痛になるかもしれませんけれども、ここはもう能登さん最優先ですので、はい、でやっぱり実際にこの
ライブでこういった反応が見られると面白いですよね。うまいこと絵が描けるといいんですけど。そうですね、小林くんにかかってますね。今日やってた。あ、でも朝日半分した。どうでしょうか。いけそうですか。どうでしょうか。いけますか。いけます。わかりました。なんかでは始めますよ。では4曲目5曲目 Get Rid of My Anxiety そしてキマエラ、どうぞお楽しみください。Thank you.
曲続けてお楽しみいただきました。センターでこう手をこう映していった映像はいかがでしたでしょうかね。とても面白い表現だったんじゃないかなと思いますけれども、面白かったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ、それでは続いてはトムトムという曲と、あとはガブリエル・フォーレという、フランス人のクラシックの作曲家からひろゆきさんアレンジのパバーヌという曲をお聴きいただきたいと思います。このフォーレの、ね、曲はオーケストラとか管弦楽のために書かれた曲なんですけれども、それをひろゆきさんがアレンジをしてくださいました。ひろゆきさん、もし手が空けば皆さんに一言。はい、空いてます。ありがとうございます。トムトムっていうのは僕は20代の頃に作ったすごく暗い時の曲なので、非常に暗いです。ただ後半はね、明るい曲になるんで、ちょっと耐えていただければ楽しめるんじゃないかなと。で、気に入った人はあそこにですね、 CD が、もう一生懸命作った CD がありますので、別に買えとは言わないんですけど、買ってください。お願いします。今回の大盤振る舞いでですね、今日演奏させていただいたこの曲プラスボーナストラックがなんと7曲も入って、十分にお楽しみいただける CD をご用意させていただきましたので、ぜひお買い求めいただけたらと思います。準備ができ次第始めていけたらなと思うんですけど、野戸さんもいかがですか。もうちょっと待ちください。はい、そうですね、会場が能登さんの、ね、絵が左側の壁面にあるのでね、本当に皆さん見やすいところまでぜひご移動いただいて、自由なところでご覧いただけたらと思います。最初は、ね、右側の方から描き始めた絵があっという間にここまで出来上がってきましたけれども、この後どういった展開を見せるのかぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、ピアノの後ろも行っていただいて全然大丈夫です。はい、すいませんね、立っていただいて申し訳ないです。お待たせしました。さあ、それでは、はい、お楽しみいただきましょう。では続いてはトムトムとガブリエル・フォーレからパバーヌです。Thank you.
や素敵ですね。ゆうきさんのね、あのピアノの曲とトムトムの暗い曲だって言ってましたけれども、あのそこにのとさんが花を添えてくださったって感じでとても素敵ですね。皆様、あのポーレのパバーズっていう曲なんとなく聴いたことがあるっていう方、あのいらっしゃいましたでしょうか。あの合唱曲だったり CM なんかでもよく使われる非常にこう優しい感じ の、 あの曲ですけれども、それをアレンジをしてですね、今日は演奏させていただきました。さあではいよいよ次が、ラストの曲になります。 Look Up at the Stars というこのピアノソロアルバムのタイトルにもなっている曲です。でこのメインのあのピアノアルバムのメインのこの画像っていうんですかね、あのイラストっていうんですかね、これを野戸さんが手掛けてくださって、今日はその手掛けてくださった作品が織り込まれた画集ですとか、それからチロルチョコなんかを、まあ、ご用意をさせていただいたんですけれども、この絵からね、あの、まあ、インスパイアされてアルバムができたと言っても過言ではないんじゃないかなと思います。またこのピアノアルバムにはひろきさんさまざまな思いがあって、それもね、あの今日お配りしておりますライナーノーツ、この抜粋にはなるんですけれども、こちらに少し書かせていただきました。また曲の解説なんかも書かせていただいてますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。はい、またあの販売しております CD の方には、このどんなイメージを持っているこのピアノアルバムを作成したのかという一曲一曲のそのイメージですとか描写ですとか、そういったものも載せていますので、ぜひね、あのお買い求めいただいた方はそちらもお楽しみいただけたらと思います。で先ほど少し伺ったところなんですけれども、この最後の曲で書き上げる画材にはですね、ちょっと特殊なあの画材をご用意いただいているということで、光の当たり具合によって、まあ、光り方、絵の光り方が変わる、そんな見る角度によっていろんな見え方ができる、そんな画材をご用意くださったのです。ですので皆様にはぜひいろんな角度から、絵とお楽しみいただきたいと思います。ではどうでしょうか、ご準備の方。大丈夫です。それでは、ピアノソロアルバムのラストの曲ですね、 Look Up at the Stars です。どうぞお楽しみください。
ありがとうございました。ピアノソロアルバム原曲と、そしてその、音楽に合わせてですね、能登さんの絵が完成いたしました。皆様改めて大きな拍手をお願いいたします。